韓国から超人気スターがプライドサポーターを本当に自ら立候補、ゴン・サンウ。韓国の国民的ドラマ天国の怪談主演のゴン様は大のプライドファンだった。ゴン・サンウ、お前も男だ。元気ですか？ゴン・サンウです。2005년의마지막밤에프라이드의팬으로서이경기를보러왔는데정말영광으로생각합니다그리고한편으로는저를많이사랑해주시는일본팬들과함께2005년의마지막밤을일본에서보낼수있게돼서진심으로기쁘게생각합니다여러분과함께열심히응원하고재미있게관람하고돌아가겠습니다여러분들새해복많이받으세요お元気ですか？コンサウです。2005年の大晦日に日本のプライドファンの皆さんと過ごせることを大変光栄に思っています。また一方で、自分のファンと共に、このプライドという舞台を楽しめることを、大変嬉しく思います。良いお年を。ゴン・サンウさん、どうもありがとうございました。強力なサポートを得たプライド男祭り2005スペシャルサポーターゴン・サンウさんに皆様盛大な拍手をお願いいたします。金メダリストか、寝技世界一か。シドニーオリンピック柔道金メダリスト滝本誠、2000年シドニーオリンピック、メダル獲得の可能性が低いという下馬評を覆し金メダルをもぎ取った天才肌の柔道家滝本。自分でチャンピオンになったっていう気もないですし、たまたまそういう大会で勝っただけなので。オリンピックをたまたま勝っただけと言い放つ異端児は昨年の大晦日プライドデビューを果たし、苦しみながらも勝利。しかし不甲斐ない自分の戦いに涙を流した。その悔しさを埋める日々を過ごしてきた滝本、天性の才能は徐々に開花しつつある。見よう見まねでやっていた打撃も形になってきた。金メダリストは真の格闘家に変貌し、再び大晦日の舞台に立つ。寝技世界選手権王者菊田早苗、華やかなオリンピックとは無縁な寝技世界選手権アンバリコンバット。世界中の格闘家がアラブの王子の呼びかけに応じ集まるこの大会を日本人として初めて制した男。柔道着を利用した締め技をマスコミに公開する余裕さえ見せる菊田。寝技世界一が金メダリストを相手にその実力を証明できるか。自分が10年やってきたこの寝技の世界一っていうのをやっぱり決めてですね、見せつけたいなという。金メダリストから取ってこそ意味があるというか、寝技が強いなっていう話ぐらいしか聞いたことないんで、ちょっと分かりません。デビューから1年、表舞台オリンピックを制した柔道金メダリストか、裏の世界一寝技世界王者か。滝本誠 VS 菊田早苗。本日の第3試合を行います。And now for the third match. アコーナーより菊田早苗選手の入場です。光の中で輝く者、影に隠れて叫び続ける者、この世に2つの人間がいるとするならば、今その立場を逆転できる最大のチャンスが訪れた。暗闇から明るみへ、裏から表へ、寝技世界一の力を見るがいい。アブダビコンバット日本人初の王者菊田早苗の入場です。初めは柔道でした。国体でも頂点に立ちました。しかし日体大時代、目の前に現れたのはまだ高校生の天才滝本誠。練習でも感じるその感性、気がついたら投げられているそのテンプの際、
俺たちとはレベルが違う、決定的な差を見せつけられた瞬間でした。しかしここは総合格闘技のリング、もしここで負けたら最後まで表舞台に出ることができない、自分のこれまでの人生を否定されてしまうことになる。もし負けても彼には金メダルという実績がある。僕が負ければ一切のチャンスを失ってしまう可能性がある。でもそれでもそのリスクを背負うだけの意味がこの戦いにはある。いや、これ以上意味のある戦いはもはや存在しない。金メダリストに勝って裏から表へ、総合の道に足を踏み入れてちょうど10年、その集大成を見るがいい。これが寝技世界一、菊田サレー3年半ぶりのプライドのリングです。赤コーナーより滝本誠選手の入場です。あれは1年前だった。ここが俺のデビューの地、男祭り埼玉スーパーアリーナ。ここで俺は傷だらけの一歩を踏み出した。シドニーオリンピック金メダリスト滝本誠、思いを込めてリングを目指します。緊張に震えていた。地獄色に染まったリングが遠くに見えた。歪んだ花道、霞んだ歓声、華やかすぎるスポットライト、心を割るけたたましいゴング。気がつけば俺は勝っていた。何だろうこの拍手は、何だろうこの悔しさは。俺に何ができた、相手に何が通用した、俺が見せようと思った戦いはこんなものだったのか。違う違う、俺には全てが足りなかった。あまりにも俺は未熟だった。あれから1年、何もできず唇をかみしめた敗戦、勝ち名乗りを凍りつかせるブーイング、たった3戦でどれほど多くのことを学んだだろうか。あれから1年、あれから1年、ここが俺のデビューの地、男祭り埼玉スーパーアリーナ。今鈍色に変わったプライドを再び金色に輝かせる。シドニーオリンピック金メダリスト滝本誠、思い出の地に今降り立ちます。これより第3試合を行います。赤コーナー176センチ、91キロ、菊田サナエ、寝技世界選手権王者菊田サナエ。赤コーナー174センチ、87.5キロ、滝本誠。シドニーオリンピック柔道金メダリスト滝本誠。さあ、そして同じく金メダリスト鈴木啓司、リング下。今日は柔道の金メダリストが多数このリング下に詰めかけていますが、シドニーで金メダルを取った滝本、そして一旦は柔道の世界に身を置きながらそこを離れ総合格闘技の道に進んだ菊田、古賀稔彦さんもリング下で見つめています。菊田にとっては裏から表へ、寝技世界一決定戦となるのか、はい、滝本菊田の戦い、今ゴングが鳴りました。滝本は道着を着たまま、菊田が非常に打撃を出しやすい反則の道着になっています。まずは攻め込んでいく菊田ですが、さあ、さん、この両者の対戦ですが、やはり菊田にすればとにかく寝技に持っていきたいという形なんでしょう ね、 そうですね、一方滝本ですが、これはどうでしょうね。滝本選手は別にもういつも通りで意識してないですよね。別に寝技で行こうが、あるいは打撃で行こうがという、今はそのぐらいのレベルに今なってますか。そうですね、非常に精神的にはもうニュートラルな状態になってますね。さあ、上から、
けにくいですよね、伸びしてるから。そうですね、逆捉えています。あ、ちょうどそう取っている、うん、取ってますね。そう取って逃がさないようにしています。北さなえ、寝技集団グラバカのドン。さあ北が思い通りの展開に持っていくか。ガードに入る竹本、サイドに回ろうとする北、下からパンチを竹本持ってきますね。いい踏みです。これをかいくりながら菊田という形になりますが、菊田選手曰く、うん、表の柔道対裏の柔術対、はい、裏は表にする試合なんだというふうに。たとえ滝本は負けたとしても、その金メダルという実績がある、はい、ただ自分はもしここで負けたとしたら、はい、もう一生表に上がれるチャンスはないんじゃないかという、そのぐらいの気持ちでいくようですね、菊田は。そうですね、かつてこの2人はまだ滝本が高校生時代、菊田が大会の柔道部にいた頃に、一旦会っています。その時にこの滝本の天才ぶりを菊田はまさに目の当たりにしています。ある意味菊田選手にしたら、はい、柔道でこぼれて総合で上に上がってきたんですね。その意識が強いから余計こうライバル心を強く持ってるわけです、はい、かなり強いみたいですね、やはりその柔道で花咲けなかった自分と金メダルを取った滝本と、はい、これも絶対的にレベルが違うんだという話をしてましたがね、いい意味でのこう嫉妬心というんですか、そういうことですね。おー、サイドに回ったぞ、取りましたよ、サイドに回りました。これ何でもできますからね、菊田選手は。下から滝本は剣を取りましたね。マウントに入る、これでマウントに入る、おっとまたカーブやりましたね、足を絡みました滝本。上からパンチ、しかしこれはパンチは決めようというパンチではない、自分のポジションを取ろうとしているパンチです。滝本選手は全くね、菊田選手のビデオを見たりとかね、発言を聞いたりしてないんですよね。全く知らないって言ってましたね。そうですね、誰とやる時も一緒です、自然体です。なんか寝技がうまいっていうことだけ聞いてますっていう話をしてましたけども、らしいねという、もうこの人はいつもそうらしいですね、全く VTR は見ません、試合前、はい、相手の強いところを見ても何でもいいことないですかと言いますが、ね、強いですよね、精神力が強い、自分に自信があるわけですよ、まあ、前回滝本は勝ったとはいえ伊沢さんブーイングを浴びた、そうですね、やっぱ滝本って大きいでしょうね、おっと膝が飛んでくるぞ、サイドにまたも回り込んだ、徐々にいいポジションを取ろうとしている菊田、これね、膝見しといて関節取りに行く可能性ありますから、足も取れますからね、あの打撃でいくのはおそらく決めようとしてやってるんじゃないでしょうか、パンチを出しましたから、もう膝を少し出しました、見せ膝です、そうですよ、うまい、またうまいね、スッと入るもんね、キビダリスト、バウンドポジション、相手の胴の上に完全に乗りました、これが上になっている人間が最もいい形です。関節を取ろうとする菊田にとっては文句なしの状態。さあここからパンチを出しながら隙を伺います。菊田、下の滝本選手はくっついてパンチを打てないようにしてますよね、強いパンチをね、まあ、しかし滝本が何もできませんね、うまいですよ、うまいですね、菊田、寝技世界選手権といえばコナビコンバット、その王者です。パンチ上がってね、背中向けたら怖いですよ、チョークチョークですね、そして腕を今絡めていますが、菊田逆十字、逆十字に行きますね、絶対に菊田はこの危ないぞ、ね、内心に入ろうとしている、精度が高いからこれ、回転してくるを避けています。いや、しかしやはり菊田の動きは面白いですね、まあ、竹本選手もしっかり読んでますね、はい、まあ、5分が経過しましたが、こちら動きが面白いですね、どう相手が、ね、出てくるのかっていうのがね、引っ掛けだと思ったら次は足を持ってる、持ってましたからね、相手にしっかりしていけないですね。さあ、またも上になっているのは菊田、なかなか竹本が自分の
いい形に持っていけません。現在はハーフガード。オセロ見てみたいですね。非常に分かりやすいですよ。そうですね。これね、右足抜きたいんですよ。はい、抜いてサイドに戻ってますね。それを許さないという形で滝本が。ちょっとサイドに回る。サイドになりました。この辺りの足の抜き方もうまい。さあここからです。さあ膝が飛んでくる。膝を出しながらまたチャンスを伺う。おっとこれは今固まってくるのはスピンチョークですかね。このまま回ればスピンチョークになりますが、さあどうでしょうか。そのまま締めてるんでしょうか。目を閉じているのは滝本だが、いやあんまりグラウンドには入ってませんよね。でも横の蹴りのやつのあたりはどうか。道具を使ってるかもしれませんよ。あるいは襟のあたりで締めているのか。菊田四角になっているがどうなんだ。いやいや目が後ろになっているのか。滝本膝を出した、膝を出した。滝本が膝を出している。この菊田の上半身の下、胸の下あたりで何かが行われているか。あるいは襟を使って締めているかもしれない。逃げてます、逃げてます。元柔道家菊田さなえ。ここは滝本がなんとか。さあしかし後ろから今度は首にまとわりついてくる。後ろ向いちゃダメですね。そうですね、はい、アーコンダのごとく首の周りに今度は腕が絡みついていった。さあバックマウントになった。技世界じゃねえじゃないのこれ。グランドライトはものすごい強さですね。こうしてデビュー10周年その集大成を見せるか。寝技世界王者菊田さなえ、完全に試合を支配してますよね。本当ですね。全く滝本に何もさせてません、させてませんね。防戦一方ですよ。滝本はもうこれに逃れるのが精一杯。どこで腕を突っ込んでくるか。相手の喉元に。さあ腕を絡めていくのはどのタイミングだ。バックからさあ今度は固めてくるか。北の右手を懸命に滝本は捉えていますが、両足で挟まれてるんで逃げるのは、ね、難しいですよ。これ同時目出しますからね。さあ同時目のスリーパーの体勢に入るか。同時目スリーパーの体勢にはまだ入れない。さあここからどうする。逆にこれは菊田がどうここから攻めていくか、それもちょっと楽しみな感じになりますね。滝本はここも何としても逃れたい。がさあ左の腕拳のあたりが今あごまざんがない。まだ何とかこの右手を入れよう止めさせていない滝本。やっぱり高野選手は相手の足の中で回転して、はい、お互いこう向き合い、あ、お、ちょっと待ってください。さあどうでしょうか。まあ、大丈夫。今度は頬骨に入ってますね。頬骨、フェースロックですね。はい、やっぱねグリップが効いてね、回れないんですよ柔道着で。これが道着を着ているところのデメリットなんですね。デメリットですね。だから今の状態を言うと菊田選手にとっては非常にメリットですよ。そうですね。相手をコントロールしやすくなってます。そういうことです。はい。もちろんこの道着を使って相手を攻めることもできる、そんなメリットもありますが、こうなってしまってはこの逆に道着が完全にデメリット。さあ襟を掴んだか。北が襟を掴んでいる。その襟を掴んで、さあまた再びこれは離れてバックマウントの形になった。後ろからパンチを繰り出していく。さあ何とかしたい滝本。しかし滝本でもこの段階で今回からよく頑張ってますね。正面来ましたよ。ああ立ち上がりました滝本。このまま終わらせるわけにはいかない。この1年間自分がどれだけ強くなったか、それを見せる舞台でもあります。去年この男祭りがデビュー戦、滝本誠。ここでブレイクです。さああと岩隈投手です。東北楽天の岩隈投手、今日は義理のお父さんの木橋コーチと一緒にこの埼玉スーパーアリーナに来ています。波の選手だったら今完全に一本取られてます、そうですよね。まして道着着てますからね。よく逃げましたよね、はい、竹本選手。いや竹本もこの菊田のこの寝技のあの怒涛の攻めをね、やはりこれだけしのいできたというのはね、あ下の方で小賀俊彦さんも飛び入りました。見ていますが、さあパンチが入った。パンチを返す。打撃が負けない。飛び入りました。今入りました。竹本の右腹も菊田の顔面を捉えている。一瞬菊田選手のマウスピースが反応に出ましたからね、はい、さあ第1ラウンド徐々に時間がなくなってまいりました。
ここまで悔しい思いをしてきた第1ラウンド、その一発に思いを込めた滝本、ここでゴンが鳴りました。寝技世界一決定戦と銘打たれて行われている滝本と菊田、第1ラウンド終了です。実に3年半ぶりのプライド参戦、菊田早苗、その寝技の技術を遺憾なく披露しています。これうまかったですね、お互いうまかったですね、この後すぐ体を起こしてベンドル、ね、手を外された後にすぐにもう足を捉えている、あの速さが非常にスピーディーです、菊田、はい、そしてこれは本当にあのもしかしたら襟が締まってるじゃないかというね、ちょっと嫌がってましたもんね、よくしのいきましたね、本当にね。さあこのパンチ菊田が飛び込んでいく、ただこの後滝本のパンチも相手の顔面を捉えたように見えました、捉えてました、この後ですね、あそうですね、この右も入ってますね、この辺滝本選手はしぶといし打たれ強いですよね、はい、滝本はやはりかなり打撃練習を、はい、クーニャコーチという新しいコーチがいますけども、はい、のね、彼のことで強くなってますね、だってあれですよ、過去3試合して、はい、全部フルラウンドですよ、そういうことですよね、フルラウンド殴り合いやってるんですよ、60分、はい、この経験は強いですよね、もう100万ラウンドやる練習よりもこの3試合そういうことするにやってるということですよね、身になってます、打撃では負けない、そんな気持ちが滝本にはあるいはもう芽生えているかもしれません、とにかくスパーリングを数えきれないほどやったと言っています滝本、もしかしたら300ラウンド、そんな声もあるくらい、あの吉田秀彦と共にスパーリングで汗を流した滝本です。鈴木啓示、同じく金メダリスト、シドニーとアテネの金メダリスト、リング下とリング上道着を着たまま試合に臨む滝本、その柔道から追われた菊田、今はこの総合格闘技ネバダ集団グラパカのドンとしてこのリングに上がっています。滝本選手、はいはい、打撃は油断ならないですよ、今も左肺、はい、倒し出しで入ってきました、倒しに来てますよね、はい、さあしかしながらこういう形になると菊田のペースになっていきます。三宅さん、はい、そうなんですね、滝本やっぱり立ってやりたいようなんですね、そうでしょうね、それでですねセコンドがもう集中集中というね大きな動きをかけてるんです、うん、それで反応があまり滝本からないんで、あのセコンドがちょっとイラついてるという感じもありますね、なるほどね、もっと元気出していけという集中力出していけという声を再三にわたってかけてました、うん、さあその反応がないのはあるいは集中しすぎてないのかどうなのか、その辺が非常に微妙なところでありますが、さあのアナウンサーのリポートが入りました、赤コーナー滝本サイド、今回菊田選手は相当、ね、打撃をやってるらしいんですよね、あなるほど、それあくまでも、要するにグラウンドへ持っていくための打撃、はい、打撃で勝負という意識はないですよ、そういうことですね、あくまでも1本グラウンドについてますよね、あの襟を締めながら関節を決めるというね、はい、冒頭にもご紹介しましたけども、ね、あの菊田スペシャル1と2というふうに、ね、あの本には言ってましたが、はい、それ以外にもまだ実は披露していない技も用意しています、こんな話もしていました、それをあの報道陣に公開するというのも結構異例なことですね、その辺がエゴちゃん、この菊田さないという選手がプロ意識があるというか、普通はしない選手そこまでね、さあ流れに乗って現在はハーフガード半分だけ懸命にガードしている滝本ですが、またサイドに回り込むぞ、またサイド、この辺が非常にうまい菊田、さあここからです、ここからが菊田の時間です、ここからどう持ってくるか、今のコンピューターが目まぐるしく動いているはず、今のはわざと入れたんですか、もう一回マウント狙ったんです、マウントに行こうとしてるんですよね、ただ滝本がそれを足を捉えました、完全に相手の腹の上に乗る体勢、これをマウントポジションと言いますが、菊田はそのポジションを狙っています、しかしこれそれを許さないという形で滝本が足で懸命に菊田の右の足首のところを固めてそれを許しません、
宮城さん、北サイドは、まずこのポジションからボディと顔面にもっとパンチを入れていこうという作戦だそうですね。あ、そうですか、はい、まずパンチを打ってという竹下アナウンサーのリポートですが、そこから先ほど高田さんが言われたやはり締めに、あるいは決めに行くというところなんでしょう、はい。さあここからですね、またサイドに回り込みそうだ。腕を取りましたね。右の腕を取ってますか。取っておいてます。あーっと滝本が下から左の腕、おっそして膝が来た、膝が来ている、強烈な膝蹴りが飛んで、そしてサイドにゆっくり回り込んだ。さあここからです。生田がじっくりときめきになるか、相手のパンチ、相手の顔面にパンチを見舞いながらその隙を狙っている。腕を取るのか。さあ滝本、またも悔しい思いをしてリングを去るのか。流れが悪いですね。流れ悪いですね。総合格闘技を始めてちょうど1年、一方の菊田はこの12月でちょうど総合格闘技に足を踏み入れてからデビュー10年ということになります。カードは出ますね。あ、イエローカードが出されました。崎本選手でしょうね、はい、いや、 やりたいんですよ、攻めたいんですよ、攻められないんですよ、攻めさせてくれない、はい、あのポジションで。武蔵丸さんも今リング下にいましたね。さあいろんなジャンルの格闘技のトップクラスのアスリートがこの埼玉スーパーアリーナに集結しています。このスタンドは大事にしたいね、竹本選手 ね、倒されないように、はい、ここはこれまでやってきたその打撃テクニックを出したいところ、北が多分また盛り込んでくるでしょうからね。膝蹴りあたりも狙っていきたいところ。竹本、おっと左、いいですよ。さあまた掴まれた。さあここからどうだ、どっちだ、ここやっぱり、ね、この辺は柔道の竹本上です。足をかけていきました滝本。さあしかしここからです。問題は私はむしろこれまたスタンドに立ってしまった方がいいような気がするんですよね、滝本選手。あ、そうですか。倒せるパンチ持ってますから、ちょっとグローブが外れました滝本。この状態でのディフェンスもピカイチですよ、菊田選手。あ、そうですか、さあ、まあ、道具を使ってますよね、相手もね、掴んでます。足取りきました、はい、さあ足を取って完全にこの裾のあたりを掴んでいます。そして倒されますよ、倒されますよ。うまく足首で右の膝の裏あたりも押さえて、うん、倒していきました。この当たりがうまい。さあそしてあっという間にサイドに、これも今は裾を持ってうまくね、ちょっとでも竹本選手強いですよね。あ、そうですか、集中力切れてるのかな。さっきあのリポートもありましたがね、ちょっと集中力を欠いているんではないか。であればチャンスですよ、これチャンスですね。あ、マウントポジションに入っています。マウントの状態に入った、完全にいいポジションになっている上の菊田。さあこのパンチで後ろを見た。さあチャンスだ、ラストゴー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 、菊田がチャンスを迎えていますが、ほとんど時間がありません。ここで第2ラウンド終了です。しかしながら第2ラウンド終盤、菊田の攻勢が目立ちました。さあ滝本、最終ラウンド反撃はなるんでしょうか。早苗がそのグランドでのテクニックを見せつけていますが、ちょっとびっくりしたのはこのハイキックですね、滝本。いい角度で入っていったんですが、この辺は菊田もうまくカバーしています。ちょっと浅かった。まあ、あの菊田が言ってましたが、滝本の打撃で倒れるようであったら今まで8割ぐらい試合は負けてますよと言ってました。彼以上のストライカーともずっと戦っているのに滝本選手の打撃をもらっちゃまずいでしょう、そんな話もしていましたが、だからゆっくり決めっこやろうよというね、今の菊田選手の、ね、はい、精神状態非常にいいと思いますよ。あ、そうですか、というのは自分のプラン通りに試合が進んでますよね、はい、逆に疲れを感じてないと思います。滝本の方は逆に大きな疲れを感じるかもしれません ね、そういう意味ではね、はい、さあここです、この裾を非常にうまく持っている、そしてこの裾を持ったままサイドにスッと入っていきます、はい、まあ、この辺りの菊田のテクニック、この道着をう
まく使っての戦い方ももちろん柔道出身ですから非常にうまいものがありますが、その柔道で世界を取った金メダリスト滝本、彼を倒せば裏から表へこれはのし上がることができる、菊田はそう話しています。これ以上意味のある試合はない、そんな風に話す菊田。北島選手がリストリングした。セカンド、セカンド、滝本選手は KO 狙いですね。もうもうそれしか逆転のチャンスはないでしょうね、はい、でここまで来たら菊田選手は1本、はい、1本取りたいですよね。参ったさせたいね、はい、さあいよいよこれから最終ラウンド、ファイナーラ、はい、最終ラウンドの5分間が今始まりました。さあこの両者スタンディングの状態から滝本は一つチャンスをつかみたい。まずはローキックは空を切ります。サウスポースタイルに構えている滝本、左ストレートを見せるか。滝本はどのタイミングで飛び込む、右を軽くリードで出していきます。左アッパーから右、そして膝、しかし掴まれて引きずり込まれる有地獄。ここはね、竹本選手立った方がいい ね、立てるんであれば立った方がいい。さあしかしあのうまく襟を持って逃がしません。そうです、ね、逃がさないか、逃がしません、引きずり込んだ、コントロールされてる。再び有地獄に引きずり込んでいきます菊田。あもう完全に上にはなっていますがどうなんでしょうか。竹本、あまた足を取られた、足を取っている、また体勢逆転。もう足を取られたらああいう風に逃げるしかないですもんね。そうなるとまたこういう状態になっていく。この試合が菊田早苗のコントロール下に置かれています。やっぱ柔道出身の選手ってまだ足を取られ慣れてないですからね。足関節というのは柔道にはない、はい、ですから恐怖感はあると思います、慣れてないんで。そういうことですね、また良くない体勢ですね。滝本にとっては厳しい状態にまた なろうとしています。再びパンチを繰り出していく、やっぱりこのアブダビコンバットを制した菊田をこの状態からスイープするなりそういう形を取るというのは難しいです、困難ですよね、バランスいいですよ、体のバランスがね、ポジション取りもしっかりしてるし、まだ半分足はかかっていますが、もう抜けんじゃないですか。抜きそうですね。あっと足首がかかった。ほぼほぼ、ただもう完全に位置的には非常に有利だ。お腹の辺りまで来てますもんね、重心が。さあここから足を抜けば嬉しい十字固め、あるいはパウンドから相手が逃げたところでのチョークスリーパー、いろんな決め方があります。矢部さん、菊田サイドはパンチをもっと軽く打てという指示ですね、はい、もっと軽くたくさん打ってという指示が出てます、そうやっていくうちに隙が出るぞということなんでしょうか、さあ押し付けておいての右のパンチ、再びガードポジションに入る滝本。こういう状態ですと滝本の方にもまだチャンスは生まれます。下から決めることもこの状態ならばできます。ただ下から決めさせるほど菊田の寝技は甘くない。さあ滝本なんとかしたい、滝本を決めさせないんですけどもね。何もさせてもらえない滝本、前回のユン・ドンシク戦あの時は判定で勝利は収めましたが会場からの大きなブーイングを浴びました。そんな戦いを見に来たんじゃない俺たちは、そんなファンの声を聞きました。ファンに見せる試合をしたい、自分のスタイルを変えてでもファンに喜んでもらえる試合をしたい、そう話してリングに向かった滝本ですが、自分らしさを滝本はまだ出すことができない。おっと今度は腕を取ったのは滝本、腕を取ったのは滝本です。さあこの腕、ここが一縷の望みか、あるいは一つの蜘蛛の糸かもしれませんが、ただ後ろの菊田の表情にはまだ余裕がある。コーナーと話しますね、アクション、この腕を捉えた滝本、しかしここからの動きがない。さあどうする、時間がなくなってきています。さあファイナルラウンドの終わりがあと1分、やはり決め合いという非常に厳しい戦いになったが、さあバックマン
ウント、後ろに回り込んだ、後ろからパンチ、そして腕を絡みつかせるか、ショークスイーパーの体勢に入ろうとする菊田ですが、とこれでまた腕を捉えている、決めたい菊田、なんとしても粘りたい谷本、時間がなくなっていく、残りが30、残りがあと30秒です。完全に見下ろして戦っている感のある菊田早苗、回り込みながらローリングを繰り返しながらチャンスを、さあ見つけようとしている菊田ですが、ね、最後のプライドで一本勝ちだけは許さない、滝本がこの攻めから逃れています。後ろからパンチ、滝本はこの試合全く何もできませんでした。今試合終了のゴングです。生田早苗のグラウンドでの総合力、その凄さばかりが目立った試合でした。滝本にとっては悔しい思いだけが残るこの大晦日男祭りになってしまいました。いや、エゴちゃんどう見ますかこの試合は。いや、本当にやりたいことを何一つさせてもらえないで滝本選手がね、試合を終えてしまった気がして、まあ、北選手ももちろん1本取りたかったでしょうしね、はい、見え切らない感じになってるんじゃないかなって気しますよね、お互い。いや、高田さん、はい、菊田も1本決めたかったでしょうか。今判定が出ます。判定の結果をお伝えします。ジャッジマット菊田、ジャッジ大橋菊田、ジャッジ小林菊田、予定3対0の判定、菊田早苗が誠を下しました。何か声をかけた菊田、ここで投げたら最後まで表舞台に上がることはできない、自分のこれまでの人生を否定されてしまうことになる、逆に金メダルリストを決めたら面白いじゃないですか、そう話してリングに上がった菊田早苗、決めることはできませんでしたが圧倒的な力の差を見せつけて滝本誠を3対0の判定で下しています。高田さん、はい、菊田もまだ納得はしてないんでしょうかね、この表情はどうですか。いや、でも判定勝負としては完勝ですよね、完勝ですよね、完勝です。文句のつけようがないです、はいはい、あ、滝本がこの表情、あの田村に敗れた時もこんな表情だったような気がします。これで4戦して2勝2敗、しかしそのただの1敗のみならず、あまりにも何もできなかったその悔しさだけをリングに残して大晦日の男祭りのリングを後にしています。滝本誠、この悔しさを来年、この1年間の思いを来年何としても果たしてほしい。滝本誠にとっては悔しさがなく残る戦いになってしまいました。さあ、そして寝技世界王者のその力、そのテクニックを見せつけた菊田早苗、3年半ぶりのプライドのリング、その寝技テクニックの凄さを満場のファンに知らしめています。